ファイナルファンタジー7リメイクのプレイステーション5でこう新しいシナリオが追加されたどうのこうのみたいなのが、ネタバレてなってるけど、ございますので、ちょっと今日やっていこうと思います。僕なんかあれですよ、プレイステーションリメイクやったことなかったんで、ちょうどよかったんですよ。出てそろそろプレイステーションやんないといけないなと思ってたんで。はいはい、危険と書いてますね。そらそうですよね、日本の作品だもんな。日本の作品だぜ、海外の映画見てるみたいな感じ。おいしょ、はい、よいしょ。現れし、もう分かんないです名前。でもあいつだとあいつだろうなっていう感じはなんかうっすらとあるな。ああ、これはあれ、あ、そっか、誰だっけ、バレットだ、そうだ、出たークラウド君。この束感ね、この髪の毛の束感、これはあの、かっけえな、蝶野さんみたいな、蝶野さんみたいな、バレット蝶野さんの5倍ぐらいあるの、ボディが。モリモリだな。目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちとは興味ないね。ツンデレなんすわ。クラウドさんだ。あ、そうだね、確かそんな感じだった。ウェッジ、そっか、バレットの舞台だったのか、フィックスとウェッジって。いいね、ストーリー見返す感じで。がっかりさせんじゃねえぞ。そういうことですね、お金払ってんだからその分働けと。めんどくせえみたいな顔しちゃってよ、綺麗な顔してよ、通過しちゃってよ。シンラのやつね、一番コールだね。なんかあれ、お待たせ、さっさと行くぞ。その声響く。集中しろ。箱の死んだボックスないか、死んだボックス。時間かかるんだけど、そんなことやってるから。じゃあおっさんにまず話、おっさんに話しかけて、次は女の子。パスポートの情報は分派の同士が手に入れたの。あ、分派はこっちか、活動方針で揉めちゃって。うんうん、はい、ロック解除。リメイクシリーズってまだ終わってないのかな。張っていけ。おい、ジェシーを待たせるな。最終セフィロスの戦いはまだそこまで行ってないのかな。ティファの知り合いでしょ。おーおーおー、好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い。ティファと、はいはい、なんとかだぞっと。映画が始まりました。あ、クラウド。出た、子供の頃の記憶。また無視した。うん。え、そうやったっけ。俺たちは忘れたな。ただのソルジャーでの人工的な人じゃなか、あの人間じゃなかったっけ。忘れたな。フィックスとウェッジがいないね、いつの間にか。あ、そっか、ウェッジは違うとこ行ってたか。でもフィックスだけ今はぐれたんだな。はぐれたというか別に移動してるんだな。シンラカンパニー社長かな。このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえ、かつてプレジデントの命を付け狙ったあのアバランチとの関係は不明。はあ、はあ、現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。ええ声やな。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時も、このバカでかいポンプが魔法をガンガン吸い上げるわけだ。そうそう、地球から吸い上げてるわけね。石油みたいな感じでこう。お前、魔法の正体を知ってるか。ライフストリームでしょ。魔法はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。地球のね。ってことは、
このまま吸い続けたらどうなるよ。熱い、星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。めちゃ怒ってるやん。聞こえるのか。おおよ、めちゃくちゃ怒ってるやん。てめえ。そう、確かにバレットはうるさいタイプでしたね。5秒後の自分を心配するんだな。ゾッとする。ねあ、ダッシュできる。ダッシュボタンに気づいた今。へえ。クラウド、あそこ見て。警備システム稼働中だ。情熱的な眼差しだと思わない？見つかったらやけどじゃ済まないよ。はい。どう進めばいいか知ってるよね。レーザーは一定間隔で明滅する。明滅、明滅するって初めて聞いたわ。さすが。じゃあまず私から。スリルが大好物なの。はい。おい、あー、そうそう、その感じ。あー、余裕だね。おー、おー、うわー、さすが元ソルジャー。ポーションゲッツ、ナイス。バッチリ。この調子で行こう。基本はさっきと同じ。さあ行こう。はいはいはい。うわうわうわ、うん、簡単すぎる。あ、なるほど。いてー、クラウドいい。よっしゃー、楽勝よね。死んだ。バックス食らいまくってたけどな。ふー、なんとかここまで来れた。できたぜ。うるさいね。なるか、長年の夢が叶う喜びだ。むしゃぶるいね、フェニックスの。ここを降りたら良いよ。エスコートはここでおしまい。出しゃばっちゃったね。こっち気になるね。そっちじゃない、はしごで降りて。はいはいはい、すいません。なんかもらった。よしよしよ、はい、降りるよ。さあご覧ください皆さん、なんかふわふわ浮いてますね、あちらで。あっちにもだ。結構なんかいろんな場所があるけど。よいしょ。行くぞ、おっさん。気に食わず。いや。仕上げだ。はあ。いや、バレットさんいいな。どこどこどこ。あ、なるほど。連携しよう。おう。ぶっぱれ。熱い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 。交代しなくても別に。うる。うる。片付いたな。バカバカ、結構減るね。はい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 。おいで、次が、え、全く行き先わかんないんですけど。あ、これか。これでいいよね。上から来たっけ。そうだな、ここだな。うるさいねこの人。爆弾はどこにあるんだよ、爆弾は。こんな無防備に大事なとこ開けてる。チェックポイント更新。さーて、シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。なるほど。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。はいはいはい、ティファー仲間につながりで。何度も言わせるな、俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。いやいや違うね、
どうぞって渡せばいいだけやねん。頼まれたらやりますよやねん。はい、ちょいちょい怒るクラウドのこれね。なんかさ、結局さ、作られた人間だったっていうオチだった気がするんだけどな。クラウド、自分みたいな人がめっちゃ複数人いてみたいな。衝撃的ストーリーだったイメージがあるんだけど。タイマーはどうする？変わったのかな。はぁ、どうするこれ。20分。自信あんだろうな。20分で逃げ切るってことね。はめやがった。来るぞ。なんだよ。頼むよ。おい、こいつの豆知識は。戦地用の強化装備。メカはイカズチに弱い。魔法で攻める。やばいな、大丈夫？ここでコマンド入れれんのか。なんだあれや。マリアか。この防御システムは初めてだ。使えねえな。だったらあんたが何とかしろ。まだ溜まってないね。はーい、行け！サンダー！効かないか。え？ダメ？ファイヤーもダメ？どうする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 ？一刀両断大ダメージ。魔王よ一気につきます。これ今違う気がするな。はい、リミットブレイクでどうか？力を見せる。オッケー、じゃあここでリミット使うわけね。いい、行っちゃって。おお。お？次のターンへ。なんか打ってきましたけど、上を潰して。なるほどなるほど、なかなか頭いいね。頭のいい戦い方するんじゃん。どうすりゃいいんだ。直撃したらただじゃ済まない。鉄骨に身を隠せ。うおほほ。攻撃後の隙を取るか。進めるぞ。マジックサンダーガードスコピオン。お、いけたか。ふぅー、リミットブレイク。うわぁ、くそ、近づけて。暴れてますね、最後の抵抗。いや、今から20分でさっきよりいつスタートしたんや、爆破。勝手にスイッチ押されたってことか。スイッチ押されましたよ、20分。これはいい。厚労省はあのサソリにくれてる。急げ、脱出だ。宝あったかな。今のところ箱あったんじゃないの。うん、むちゃくちゃありそう、箱。うわ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 。いけバレットさん、サンダーいっとけよ。ナイス。じゃ
ってて歌いやったまだまだねやり方はありそう間に合ったってことだなこれは爆発しましたがカメラで見られてます余裕ですねうわっ暴走してるのかなんだったら自爆ぐらいの感じだよなまあ魔航路一つぐらいいいからこいつら潰しちゃえよっていう作戦急げー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 ん意外と小心者なバレットさん確かにそんなキャラだった気はするこっち行ってこっちいた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 ああ全然気づかなかった助けてもらおうと思ってわざと転んでみたの何言ってんだよおい恋が始まりそうな伏線おっとすごいさあ走ろうボルトクラウドが笑いました大爆破ですうわこの感じっすわ今のクラウドのジャンプもあの感じなんだよアドベントチルドレンって映画があるんだけどぜひ見てほしいこれ結構一般の人にさ相当気がいってるよな音だけ人おったら全員に話しかけられへんなさすがにマップ出してくれ。あ、出た出た出た。クラウド、こっち。上上。はいはい。見て、上だってば。ここ崩れやすいから気をつけて。はいはい。登るのはそこの階段からね。はいはい。あ、喋れる。そこの階段を登れば瓦礫を越えられるよ。誰？うっさ誰？NPC。大丈夫かよ。何？何なの？昔やりましたよね。本当にね、プレイステーションの時しかやってないからね。大筋しか覚えてないんだよ。全然違う、もう違うゲームやってる感じだわな。主人公同じで、まあリメイクって言ってるぐらいだから。まあ、違うゲームでもおかしくはないんだけど駅は無事かポコポンじゃなくてな、なに怖い音ポコポンじゃなくてうんうんうん火事ですかえなにああ過去の記憶なんかこの記憶すらも刷り込まれてるみたいなあ出た出たよ早速こんにちはですわわあスクショ撮りたかった今のなんか写真撮る方法あったよねこれプレステどうだどうやるんだっけやべえいる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 やべえどうするの写真撮らして
あった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 。写真撮りて。うわあ、もういないの。セフィー。セフィー。どうして。なんで弱ってる、なんで弱ってる。ケアルケアルケアル。セフィーロース。やばい。急げ。めっちゃ弱ってるセフィロスのせいで。頑張れクラウド。いいね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 。ちょっと写真撮ってあげよう。あよし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 。あの写真使えんのかなパソコンで。ちょっと嘘だ嘘だよ。おいた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 。じっとしてくんないかな。写真撮る瞬間じっとしてくんないかな。無理なの。うわっ、この炎に誘われるかのように、普段なら行かないはずのこの炎の方に行ってしまうのはセフィーがいるから。言えない、あんたは死んだ。ほう、ケテルメンズ、俺がこの手で。もちろん覚えているとも。我々の大切な思い出だから。写真をいっぱい撮っております。さてクラウド、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず、静かにゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ。お前ちょっと待って、クラウド続編ってわけじゃないですよね。あれ続編、あれもう一回倒したみたいな話になってるけど、え、そんなんやったっけ。星が死ねばこの艶やかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。あれ、息子だけは助けてくれと泣きついた女の声、切り捨てた時の感触さえ消えてしまうのだ。あれ、オカネ、我々をつなぐ絆の喪失は私自身の死よりも耐え難いなあ、クラウド、力を貸してくれ。何、簡単なことだ。クラウド、走るんだ。逃げて、生き延びて。今のも良かったな。ふざけんな。うわ、今のとこでしたね。ほら、やっぱ幻想なんですって。ほら、いいぞ、それでいい。ホラーじゃなくて言ってないな、マジ。私を忘れるな。現地取れてない。幻想なんですよ。これはなんかこう語りかけてくる系のね、潜在意識的なものがありまして、クラウドさんはちょっとトラウマとかをいっぱい抱えてる、ちょっとあの闇系男子なんですよね。心を病んでる系男子なんですよ、クラウドさん。か、魔法に近づきすぎたな。さあ行くぞ。死ぬほど声かっこいいやんけ。どうすんのだからこれから。あ、基地に戻ってギャラ回収ね。ギャラ回収大事。おもちゃ取ってきたりたい。おもちゃを取ってきてあげたい。そういうミッションないかな。そういうミッション。裏通りから駅に行くんなら、まずは階段降りて噴水広場を目指しな。プレート住民ね。出た、プレート住民。プレート住民だな、やっぱり。プレート住民によって支えられてんだ、ゲーマーたちは。プレジュープレジュー、ちょっと待ってね。おもちゃ取ってきたろかって。おもちゃ取ってきたろか。おもちゃ取ってきたろかって。そこの階段を降りりゃ裏通りまで続く通りに出る。地図を消すなって。何のタイムでも地図消すんで、それ。あ、やば、新車を見逃すな。全員ボコったのかい。あ、なんかある。全員ボコったのかい。近くにいるはずだ。全員ボコったのかい。こっちも手配済みか。あかんのか。ちくしょう。
まあ犯人ですけどね。出た、エアリスよ。そしてセフィー、セフィーちょいちょい出てきはんねん、イケメンやな。もう僕らの青春時代のさ、誰も守れないビジュアル系の方々のなりになってるよね。さえもな。大丈夫？こんなんやったか、ファイナルファンタジー。大丈夫？あ、こっちは現実なんだ。エアリスでしょ？お花、どうぞ。花？うん。お礼、追い払って助けてくれた。何の話だ？じゃあ出会いを記念して。面倒だな。あ、聞こえてますけど。面倒だなじゃないの。いくらだ？あ、セフィ、見てみて、エアレスの値段は BGM が見て決める。流れてる。エアレスの BGM が流れてる。ただでいいや。え、花言葉は。おお。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ、怖いお兄さん、脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。魔航路が爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。助けて。始まったぞ、なんかまた。え、なになになに、うんこみたい。何これ。ふっ、武器を捨てろ。垂れ流しとるな、これ。垂れ流しやないか。気づいたあれよ。逃げてないのか。やっぱり一回解散。おい、おおおおお、エアリスを狙ってる。またね。そうか、分かったんか。ゆえの再会の花言葉ね。剣を地面に置け、ゆっくり。戦わなあかんことになった。分かったのかい。じゃあ、おらおらおら、ここまで。これでどうだ。後ろからお前地味に蹴ってくんな、お前。うら、強撃。当然の結果だ。こっちか。危ないな、全員ボコっとるかい。ディ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 。おお、いいね、戦闘兵。一等兵の戦闘兵、行け、アソルト強撃。おら、おいおい、許せん。わ、避ける人、避けるちゃって避けんじゃねえよっての、ての、からの、あー、すごいね。カウンターだ、みんな。ガードしたらカウンターが入ったぞ。たまりやがれ。サイクルでもかかってこい。やってけへんのかい、お前は。わっと来いよ。要は強撃かましてるからな。ええねえな。逃げとるやないかい。あ、あれ、ヒットボードが入れてくる。分かっとるわそれ、お前。今出てくるそれ。さっきやん、出すネタさっきやん、それものすごい減ってない、気づいたら。はい、ポーション。余裕だ。
おるおるおる、いつの間にそんなボコボコにボコボコにされたんでしょう。私いつの間にボコボコにされたんですか。正面突破は難しいが、他の道は建物を伝っているか。あらあら、うつやくたくたくた、うわ、いやそのまま引こう。何やったら、違う違う、それ車でやったらええやん。もうそれそこまでするんやったら花も強い。いつまでついとんねん、それあんだけ暴れて取れへん花も。なかなかこれきついね。やれる、終わりだ。お前は燃やす。お前は絶対鎮圧兵、燃やす。お前、いいわ。あ、もう一人おったか、鎮圧したら。あ、部長、部長、部隊長コンガ、部隊長コンガやるね、部隊長コンガ、部隊長コンガ燃えたらんかい。ごめん、ザコは倒させてもらうぜ。おお、部隊長やるね。覚悟はいい。部隊長。受けて。見極め。おいや部隊長。来い。来いよ。おら。やるな。燃えろ。うらー、やるな、今度うらー、いやー燃えたまえ、なんだうわー、パハーくたまれ、今度すげえ。8番街警備2班、男を追い詰めた、これより確保する。永遠に出てきますな。おい、その件は…いや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 、とこがビリビリで、とこビリビリで、マテリアはなんか使ったらあかんみたいなのがあったから、マテリアを使えるのがまあその限られた人であって、ソルジャーはマテリアが使えるようになってるんだよね、確か。そもそもマテリアっていうのが魔法っていうエネルギーから作られてる、こういう弾でいろんな効果がこう弾によって違うと。クラウドさん来なかったっすね。合流したよ。そんな顔するな、あいつはきっと無事さ。あの身のこなし見ただろ、ソルジャーってのはやっぱりただもんじゃない。本気で誘わない。おいおい、ちょっと同じじゃんじゃないの。いや、ちょっと、おお、心配したじゃねえか。大丈夫だよ、俺だってさ一人は寂しいんだよ。どうも、何してやがったんだ。クラウドです。治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった。連中を駅から引き離せたはずだ。